水古伝水古伝百八世一覧表、広明子明は、中国の小説で読んだ遺跡書の一つである、水古伝の登場人物。自称性の生まれ変わりで、梁山白第六十二位の高官。あだ名は毛頭星で、強制である、スバル宿を意味していることに由来、弟に、高領がいる。中国文学者の高島敏夫は、書籍、水古伝人物辞典にて、 広明、孔陵の名前は明らかに諸葛孔明をもじったものだが、この二人は、地望の片鱗も見せないただの田舎者である。何を考えてこういう名前にしたのかと述べている。元は、青州の白虎山の麓に住む金持ちの息子であり、喧嘩好きで弟の孔陵ともに手下を引き連れて、地元で暴れ回っていた。殺人で逃亡していた倉庫をかくまい、孔陵と共に、 彼から某日を習う。ある日、高梁が大怪我をして帰ってきて、彼から居酒屋で、行者風の大男にやられたことを聞く。それを聞き激怒した広明は、高梁と共に手下を引き連れてその大男を探しに行った。そして、大男が酔っ払って、川に落ちていたのを発見し、引っ張り上げてそのまま捕らえて、自らの屋敷に連行する。しかし、 走行によってその大男は虎を殴り殺した竹松であることを知ると、あてて縄を解いて謝罪し、彼を手厚くもてなした。そして、二流さんに向かう竹松と清風鎮へ向かう走行と、別れを惜しみ包み送った。その後、父が亡くなって強欲な土地の金持ちと居酒屋を起こし、弟と共にその金持ちの一家を皆殺しにしてしまったため、やむなく家族と手下を連れて、 百ゃ山さんに立てこもり、山賊業を制業としていく。しかし、数年後、青州城内に住んでいたおじが、山賊の親戚だという理由で、青州知事の母用彦達によって捕らえられたことを知ると、すぐに、公領と共におじを救うべく、手下を引き連れて、青州城を襲うが、東華山と二流山の山賊討伐をしていた、古縁釈が知らせを聞いて引き返してきてしまい、 コエンシャクと戦うが帰り討ちに愛とらわれてしまう。その後、逃げ帰った、高ウが東華山と白古山と協力し、さらに両山白も加わって、青州城を攻めて、コエンシャクを捕らえ、新明が、露洋彦達を打ち取って、青州城を陥落させ、おじと共に助け出されてそのまま、高ウと共に両山白に加わる。入山後は、高ウと共に中軍を護衛する。 不評軍行省に任命される。その後も、高領と共に行動し、北京攻め、東らし攻め、東なる伏攻めなど多くの戦いに加わる。朝廷招き案号も、高領と共に行動し、両国戦やタトラ、王系討伐に参戦するが、放浪討伐で、順州、上州、蘇州攻めに加わるが、甲州で薬病に侵されてしまい戦線離脱し、そのまま回復せず死去した。 ありがとうございます。